ー先輩です。ノクタン。いい子だよ、ノクタン。パリ縛り最終回です。まあそうか、どちらにしても今回で終わるね。はい、クリアしてなのかやられてなのかはわかりませんが、とにかく頑張っていきましょう。せっかく手に入れた剣は、じゃなくてセレナーでは使えないので、マインに閉じこもっててもらいます。ダスとも使えないっていう。さすがにここは難しいな。多くて厄介な槍兵をどう片付けていくか。それがここの鍵になりそうだ。1対1ならなんとかなりそうだけどね。またそうもいかないのがここの難しさですね。まあでも他のステージを知っていると、ここはむしろ楽なんだなと気づきますけども。素直なんだよね。はい。うわ、すごい遠くまで。ここはイメージ的には難しくなった牢獄です。最初のステージと同じような感覚でプレイしてます。なんかそういうよね。伝わらないかもしれませんが私の中では一緒なんです。落ちた。まさか隠したと思ったら本当にあった。チェックしてみてよかった。これだけプレイしてもまだ知らない要素が出てくるのね。すごいことです。問題なさそうだな。あ、あいつが出てくるとまた話が違う。槍兵だけじゃないからね。うまくできた。やるじゃない。確定でエリートが3体待ってますので、そいつらをどう倒すかにかかってるかな。他は最悪スルーでもいいわけだし。壁のアイテムもスルー。え、ありました?まあね。どう考えても例のパンチ君は強敵なので、スルーしちゃいます。エリートの中でもこの敵が強いよね。そうなんです。危なかった。やば。なんとか倒せた。一回目のパリーに失敗すると本気で危ないな。リーチも広いから避けにくいしね。危ないところでした。いや、これまたひどい。すべてがうまく絡んでた。やはりあいつが厄介だな。まずは槍を倒して。弓兵も地味にだな。いや、それよりこいつらだよ。もか全然安心できないね。構造的に上のやつを相手する意味はなかった。うまいことスルーしていくのも大事か。そうですね、今回はスルー多めで行かせてください。特にパンチ君は全スルーしていきます。そうなの、なんかかわいそうに。いやー、どこでパリーすればいいのかわからなくて、こいつはまださっきできたからいいのですが、でもやっぱり怖いですね。ほら、一回でも失敗するとこうですよ。回復がどんどんなくなっていく。上にいてもやるのか。うん、落ち着かないね。ついひみつけも使いたくなります。だいぶ違うだろうね。協力してくるとつらい。少しずつ食らっちゃうね。パリーに抵抗しても少し遅いとダメージになりますし、こういう蓄積が後々響きそうだな。お、トゲの盾。どっちが優秀かな。さすがに新しい方が強いか。なら入れ替え。っていうかこれよりも強くない？ほんとだ。多分生存以外のレベルが低いからだろうな。レジェンダリー武器ってメインのレベルと、もう一つ高い方のレベルが参照されるらしいので、今のようにバランスよく上げていると恩恵が薄いらしいのです。ああ、
つまりレベル18、7、1みたいなのがいいんだね。そう、それくらい固まらせた方が火力は出るってわけ。まあその分 HP は上がりませんが。レベルの上げ方も難しいのね。何を重視するかによるでしょうね。今回の私は HP を重視したので仕方ありません。まあそうか。ブラしてくるんだよな。一撃必殺みたいな刺し攻撃は遅いよね。早い方に合わせようとすると間に合わないし、遅い方に合わせようとすると早いのを食らっちゃう。単純だけど強い。一人だけだとこんなに苦戦するのね。やばい、終わりかも。を使い切ってさらに残り HP が 42%。 確かに終わったかも。このまま減っていけば近いうちに牢獄ですよ。どうしよう。残念だけど諦めるしかないよね。なんとなくですが、やっぱりトゲよりこっちの方がいい気がする。見た目だとトゲの方が強いんだけどな。そう、わかりません。使い勝手が微妙に違うのかも。自分の中の違和感なので説明が難しいのですが、うん、こっちの方がなんかやりやすいんだよな。何が違うんだろう。多分何も違わないし、トゲの方が強いはずですけど、なんだろう、盾を出した時の見た目なのかな。なんかこっちの方が好き。金色だから。いやマジでそういうレベルの話ですよこれ多分。七面鳥。今井行く。これは本気で助かった。やば、一気に希望が湧いてきました。これならワンチャンいけるかも。まあなくはないか。あいつだよ。さすがに無視していこう。剣のやつも怖い。さようなら。まだエリートが残ってるからね。クリアだけなら鍵一択でいけるのですが、それでも前面から逃げ回ることはしたくない。まあパンチ君危険野郎からは逃げるけど。逃げるんじゃない。多少はね。ほんとやりが多いな。トゲの敵、鳥でいけるの。はい、確かこの突進があるので大丈夫です。歩いてくる。今のめっちゃ失敗してるし。いや、打ち返して他の敵も倒すのが理想だな。爆弾をね。めっちゃ楽。さあ、果たしてここがクリアできるでしょうか。さすがに大丈夫じゃない。もう鍵は集まってるし。そうですね、クリア自体は多分大丈夫かも。そうなると問題はやはりラスボスか。何度か倒したとはいえまだ慣れてないし、パリーを成功させた回数も少ないから不安です。攻撃がまだ見切れてないんだよね。はい、マップを見てたらこの上に隠しがあるんです。登っていけばいいのかな。ほんとだ、足場があった。これ地味に難しいんだよな。めっちゃ高いところに。ただの宝石か。無念じゃないのは残念だ。っていうかいくら持ってるの。大金持ちです。だって特に使い道がないから。そうか、買い物をほぼしてないものね。はい、同じ盾ですから鍛え直しとかも少ないし。お、今度はうまく切り抜けたね。さっきとは全然違います。鉄球のありなしでそこまで違うかな。圧
焦り具合が違うのかも。それは言えてます。よし、それじゃそろそろ探索も終わりかな。竜巻のパリー的によってすごいよね。どうやってるんでしょう。どうやらレベル21が最終ですね。まあまあか。盾は今のままでいいかな。よし、それじゃついにラスボスですよ。ここまで来れたこと自体が信じられません。確かにね、途中で終わると思ってたもん。ですよね。さて、最終装備はこんな感じ。まあサブは使わないし、あまり変化はないですね。変異もまあ当然のものかな。それじゃ行ってきます。倒せてもやられてもこれで最後。いざ。お覚悟。覚悟するのは自分かも。割と溜めてくるんだな。そして突然のタックル。このペースなら大丈夫そうだけど。徐々に速くなっていきますからね。そうだ、雑魚も召喚するし。動き出しちゃうんだ。決まった、ゾンビを残すんじゃなかった。めっちゃ邪魔になってる。しかもこの旗、どうやって破壊するの。無理じゃない。それを考えてなかった。本気で元気だとな。かといってそっちに集中しているとボスにボッコボコ。さすがに厳しいね、これ。とりあえずこの旗をどうにかしたいんだけど。範囲外に逃げるしかないか。それか僕の爆弾を利用するとか。あ、どうか爆風を取り。そんな上級者向けのやり方。もうそれしかありません。まあ仕方ないね。残念ですが私の挑戦もここまでです。まあでも頑張ったかな。そうね、まさか最後までいけるとは思わなかったよ。次回からは新しく追加された DLC エリアに挑みます。おお、導入したのね。はい、当然新ボスもいますのでぜひお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。